にちは、みさとストリッチファームです。今回はダチョノスケくんの可愛い姿を撮りつつ、ダチョウ産業について少しだけお話ししようと思います。ダチョノスケくん、あ、来てくれましたね。ご存知の方も多いかもしれませんが、ダチョウというのは身長 2.5メートル、体重 100kg を超える世界一巨大な鳥です。南アフリカで家畜として飼われ始め、その後アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなどで次々に産業化されました。日本で家畜として飼育され始めたのは1990年代です。持続性が高い畜産、安全でヘルシーな肉などで注目が集まり、日本各地に農場ができました。短い動画では上げきれないほどの家畜として優れた資質を持つダチョウですが、難点はヒナの育成が難しいことでした。そのため産業として根付くのが困難で、日本ではまだまだマイナーな存在かと思います。少し暗めな話になってしまいましたが、ダチョウはたくさんの可能性に満ちた鳥だと思います。今後もその魅力を発信していこうと思います。それでは今回もこの辺で。